前回の動画では Apple 公式アプリである Swift Playgrounds を使って iPad で iOS アプリ開発をしてみました。見てもらった方はわかると思うのですが、第6世代無印 iPad を使っているのにもかかわらず、それなりに作業することができました。そこで今回の動画では iPad で iOS アプリ開発を行った際に感じたことなどをお話ししたいと思います。よかったら最後までご覧ください。ここで改めて Apple 公式の iPad 用アプリである Swift Playgrounds について簡単にお話しします。 Swift Playgrounds は Apple が採用している Swift というプログラミング言語の学習用アプリとして2014年にリリースされました。無料でダウンロードできます。宇宙人のようなキャラクターを指示通りに動かすためにプログラムを完成させることでプログラミングについて学べるようになっています。ステージクリア型でゲーム性が結構あるので飽きずに続けることができます。本当によくできています。そんな Swift Playgrounds が2021年末にバージョン 4.0 にアップデートされて、 iPad だけでiOS アプリを開発し、App Store に配信することができるようになりました。実際に前回の動画で iPad と Swift Playgrounds で簡単なテキスト読み上げアプリを作ってみました。動画で使用している iPad は第6世代無印 iPad。搭載されているのが A10 チップと2016年に発売された iPhone 7シリーズと同じものです。結構前のチップなのですが、Swift Playgrounds は思っていた以上に動作がサクサクでした。さすがにアプリプレビューの反応が遅れることはありましたが、フリーズすることもなく iPad 無印第6世代でも十分使えると感じました。なので iPad Pro を使えば非常に快適に iOS アプリの開発を行えると思います。外部ライブラリーも使えます。 Apple 公式のライブラリー管理ツールであるSwift パッケージマネージャーが使えるので、対応している外部ライブラリーをプロジェクトに簡単に導入できます。非常にいい感じです。では、ここからは iPad 用アプリ Swift Playgrounds を使ってみて良かった点、良くなかった点についてお話ししていきます。まずは良かった点からです。一つ目はハードウェアキーボード、マウスで快適にコーディングです。これは当たり前といえば当たり前なのですが、Bluetooth 接続でハードウェアキーボードとマウスを接続すると、パソコンで作業しているのとほとんど変わらないくらいに快適にコーディングできます。ドラッグも簡単にできるので、コードを切り取って別のところに貼り付けるといったこともストレスなくできます。二つ目は設定項目のシンプルさです。まずは X コードでの設定項目を見てください。こんな感じで、とても多くの設定項目があります。もちろん、すべての項目を触るわけではありませんが、アプリ開発に慣れていないと、どうしていいかわからず途方に暮れてしまいますよね。一方、iPad の Swift Playgrounds の設定項目を見てみましょう。設定項目が非常に少ないです。こんなに少ないのに、ちゃんとアプリとして配信できるのだからすごいですよね。これなら、初めてアプリを開発する人でも分かりやすくていいと思います。3つ目は、どこでもアプリ開発ができることです。これに関しては iPad の種類によるのですが、12.9 インチ以外の iPad なら、サイズ、重さ的にカバンに入れやすいので、どこでも作業できます。最新の iPad mini なら、小さくてかつスペックもいいので、画面は小さいものの携帯性は最高です。外出先で軽く作業するくらいなら画面の小ささもそれほど気にならないと思います。ハードウェアキーボードマウスも同時に運ぶ必要があるのですが、ケース型タッチパッド付きキーボードなら荷物も少なくできるので、より携帯性が高くなります。iPad の Swift Playgrounds は何でもできるわけではありません。ここからは良くなかった点についてお話ししていきます。良くなかった点の一つ目は、ソフトウェアキーボードでの作業は地獄です。良かった点で
ハードウェアキーボードのことをお話ししましたが、逆にソフトウェアキーボードでの作業は非常に過酷です。まず、画面の半分近くをソフトウェアキーボードが占めてしまうので、作業スペースがめちゃくちゃ小さくなります。また、狙ったところを指でドラッグするのも難しいです。カーソル移動もやりにくいです。2本指をソフトウェアキーボード上で動かすことでカーソルを移動できるのですが、細かい調整が難しいし、そもそも画面を2本指で触るのも面倒いです。というわけで、ハードウェアキーボードとマウス、またはタッチパッドは必須です。2つ目は、X コードに比べると機能不足です。良い点で設定項目がシンプルなのが良いとお話ししましたが、本格的にアプリ開発をしていくと、Mac の X コードでできて、iPad の Swift Playgrounds でできないことが多いことに悩むことになるでしょう。例えば、アプリを開発していく過程で、テスト環境や本番環境でビルド設定を切り替えたくなったとしても、Swift Playgrounds ではできません。また、Swift パッケージマネージャーも現時点では簡易的です。インストールするライブラリーのバージョン指定くらいしかできません。X コードの Swift パッケージマネージャーだと、バージョンの指定は当然のことながら、ブランチやコミットまで指定できます。さらに、iPad の Swift パッケージマネージャーでは、一部のライブラリーがインストールできません。どうやら、タグの設定にバージョンの V が含まれていると、インストールできないらしいのですが、詳しい原因はよくわからないです。X コードの Swift パッケージマネージャーでは問題ないので、iPad 版のバグの可能性もあります。さらに、iPad の Swift Playgrounds は Git の項目が見当たらないので対応していないようです。X コードでは当然 Git の項目があり、簡単に GitHub にファイルをアップロードできます。私はやったことがないのですが、iPad でもサードパーティー製のアプリで Git を使うことができるようなのですが、いろいろ設定に手間がかかるようです。これらは個人開発なら問題にならないと思いますが、仕事で使うとなると非常に厳しいですね。良くなかった点の3つ目は、アプリのテストはテストフライトのみということです。Mac の X コードとは違い、iPad の Swift Playgrounds では iOS シミュレーターを使うことができません。なので、作ったアプリをテストする場合は、テストフライトでアプリを配信するしか今のところ方法がありません。一応 Swift UI のアッププレビューはあるんですが、iPhone 13 や iPhone 13 mini などの画面サイズの異なるデバイスで UI のレイアウトがどのようになっているのかをチェックすることができません。テストフライトでアプリを配信するには Apple Developer Program への登録が必要なのですが、これは年間 12,980円かかります。年間です。Swift Playgrounds でアプリを開発する場合は、期間限定でもいいので、無料でテストフライトを使えるようにしてくれてもよかったのになと、個人的には思いました。ここまでで iPad の Swift Playgrounds を使ってみて感じたことをお話ししました。実は Swift Playgrounds は Mac 版もあるのですが、現時点では、iPad で作ったプロジェクトは Mac 版の Swift Playgrounds では開くことができません。しかし、X コードでは開くことができ、ちゃんとビルドしたり iOS シミュレーターで起動させることができます。なので、外出先では iPad の Swift Playgrounds で簡単な作業をし、家に帰って X コードでがっつり作業するといった使い方もできそうです。Mac を持っていないけど iPad は持っているという人は結構いると思うので、以前より iOS アプリの開発の敷居が低くなったことはとてもいいことですね。しかしながら、良くなかった点でもお話ししたように、 iPad の Swift Playgrounds は機能的にはまだまだ不十分なので、本格的に iOS アプリ開発を始めたい人にはやはり Mac の X コードを使用することをお勧めします。iPad の Swift Playgrounds は学習用、初学者向きといった感じです。12.9 インチの iPad 以外は画面も小さいので、本格的に開発をするには不向きだと思います。
画面の大きい 12.9 インチの iPad Pro もお値段が税込み 129,800 円からとお高く、13インチの M1 MacBook Air が税込み 115,280 円からと Mac の方が安いです。 MacBook Air だとキーボードとマウスも買う必要がないので、もし本格的にアプリ開発をするために iPad を購入しようとしているならば、素直に M1 MacBook Air を購入することをお勧めします。 Mac の方がいろんなこともできますしね。それにしても iPad の Swift Playgrounds は学習用としてはよくできています。すでに iPad を持っていてアプリ開発に興味がある方は、ぜひ Swift Playgrounds をダウンロードしてアプリ開発を始めてみましょう。無料で始めることができます。そしていけそうだなと思ったなら Mac を購入し、アプリ開発を本格化しましょう。今回の動画は以上です。この動画が面白かった、役に立ったと思ったならいいねボタン、さらにチャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。